はい、皆さんこんにちは、お久しぶりでございます。今日ねご紹介するのはこのアサルトガンダムシリーズ、ついにねゼータガンダムが出てきましたね。ゼータガンダムといえばね、初期ガンダムの次のシリーズですけどね、このアサルトガンダムシリーズなかなかねこうゼータ見たことないんですけど、ようやくねゼータガンダムが出てきました。非常にね嬉しいですね。こうゼータガンダムファンの人ね結構多いんじゃないでしょうか。はい、ということで早速ね開封していきたいと思います。箱の中にはね美味しいガムが入ってますけどね、これ捨てないで食べてください。はい、中身なんですけど、まあほぼねもう出来上がったコンプリートされているものがありますけど、まあいくつかね付属パーツがありますんで、早速ねこれね組み立ててみたいと思います。こんな感じにね組み上がりました。手の方はですねオプションで今ねグーの手つけてますけども、パーの手がついております。あとねこのライフルの先がねこういうサーベルのものに、交換できるようになっております。ということで早速ねじゃあいつもの通りこれねアップでね見ていきたいと思います。はい、どうでしょうかね。いつもの通りこのアサルトガンダムシリーズね、本当にね非常にねこう足がこんな感じですけども、いい出来になっております。はい、ライフルね、ライフルね、で後ろこんな感じになっております。はい、ね、ライダーの時のねこう先端がこう縦になるというね、こんな感じで、はい、でね先ほど言いましたようにこのね、ライフルの先が、こうプチッとこう取れましてね、取れまして、でさっきのねこのサーベルのやつがこうね先にこうつけれるということで、こうライフル先にこうサーベルが付けれるというようなオプションになっております。まあねあのサーベルがいい人と、それからまあ通常のこのね、ライフルの先がね、いい人ね、お好みによって、つけてみてください。はい、こんな感じで、非常にかっこいいですね。やっぱゼータガンダムねかっこいい出来になっております。はい、こんな感じで、はい、作ってみました。ゼータガンダムをね、紹介しましたけども、このパッケージにはですね、ロトのねパーツがおまけについております。はい、このね、土台みたいなやつとこうアームみたいなやつが2つついてます。アサルトガンダムシリーズね、このパターンのシリーズを集めて、これの部品を集めると、まあ、ロトのね、ロボバージョン、それからタンクバージョンをねつけることつけるというか作ることができますので、まあ、何シリーズかね集めてみるのも、ね、楽しいんじゃないかなと思います。ということで今日ご紹介したのはアサルトガンダムシリーズの待望のゼータガンダムの紹介でした。興味ある方ね、コンビニとかねスーパーマーケットで売ってると思いますので探してみてください。それじゃあまた。